お疲れちゃんすらです。今日はですね、マーク作14日目やっていきます。というわけでですね、前回ね、このアリーナに上がらない、こっちじゃねえな。はい。5000到達したけど、レベルが足んなくてね、はい。タレベル上げなきゃアリーナが上がんないよという事件が発生しまして、昨日ね、生放送の方で頑張りました。はい。ちょっとコイン集めて、カードも集めて、なんとかね、アリーナを上げることができましたので、まあ、ちょっと詳しくね、知りたい方はアーカイブ残ってますんで、ぜひチェックしてみてください。ちゅうわけで、デッキめちゃ強くなりました。はい。もうできる限り、俺の持ってる、この指南書ですね、本とかもう使いまくって、トークンとかも使いまくって、なんとかね、はい、一旦タワーレベル上がったので、これでまともに試合ができます。やっとスタートライン立てましたよというわけでやっていきますか。で、タワーレベルももうこれ11レベル扱いになるんで、あ、これ金がねえんだな。敵もだいぶ強くなります。さあ、というわけで、すでに金なしなんで、これにはね、アイテムを使っていきましょう。ブーストポーション1時間有効にして、これで11レベルになりますね。で、スケもちょっと11レベルにしてやっていこう。ポーションマジで使わないんで、こういうとこに使ってね、今の負けをできるだけ減らしていきたい。そしてね、アリーナ上がったことによってセールも来てるんで買います。もちろんね。はい、この魔法のコインがね、すげえ価値が高いことがね、ちょっと負け作やっててね、思いましたね。こいつこんなに重要なアイテムなんやと思いながらさ、大事にしていきたい。さあ、というわけでやっていきましょうか。で、クラロワパスとかもね、もう全部受け取りました。はい。すべて受け取っちゃったので、もうウルトラレアと何でもあげれる指南書、そしてスーパーレアの指南書はね、残ってません。そうなんで、ちょっと今からレベル上げようと思ってあげれるのは、レアですね。はい。レアカードは本がね、3冊残ってるんで、レアはあげようと思えばあげれます。まあ、ボムタワーか。まあでも、一旦お金がないんで、あげれないって感じかな。さあ、なんで、ちょっとメガナイトがね、なかなか育たないから、今のままだと、マックスで12ぐらいしかいけないので、メガナイト12でどんぐらい頑張れるんやって話なんで、どうにかね、ウルトラの本をセールで祈るか、なんとかメガナイト上げていかなきゃね。意外と、バレルカンスト、フェニックスカンスト、アーチャーカンストで、結構順調なね、はい、綺麗なデッキにはなってきてるんですけども、問題はメガナイトですね。結構重要な、はい、役割になってきそうなメガナイトが低いんで、ここを上げていきたいんですけど、いや、11でもすでに強い。さあ、強すぎてね、相手もね、諦めちゃいますね。よしよしよし、さあ、5000来たんでね、こっからっすよ、本番はね。初回、初めてマクサクやったチャレンジが5100、200ぐらいで、終わって2回目がね、去年が6150です、はい。なんで、去年の記録は超えたいんですけど、この辺からね、マジレベルもだし、敵もだし、強くなっていきの5500で、なんとおめでたいことに、チャンピオン出てくるんでね。普通にね、ベビドラ13も壊れてます。俺が高いからごまかされてますけど。うわー、綺麗な枯渇デッキだ。あー、ウッド持ち。ウッド持ちか。ここがいてウッドファイボだったらちょっと嫌ですけども。いやー、使っちゃうか。さあ、ちょっと怖い相手を引いた。メガナイトとかさすがに出てこないか。出てくるんだよね。出てこないかがない。そんな常識ない。バルキリー入ってたらメガナイト入っていないだろう。そういった常識は通用しません。さあ、これはウォールブレイクで一回受けて、うん、アーチャー頑張れよ。これバレルが通んないのちょっと嫌っすね。これもしかしてキング起動とかされない？焦るってビビる。さすがに負けたくないね。相手もタワーレベル10だしね。これゴブリンバレルを奥とか手前とかにウッド相手にはするとちょっと入りやすいです、ダメージが。はい、これですね。バレルは縦前と後ろ。タルババ相手には、うん、じゃあ打った相手には前と後ろ、タルババ相手には横です。これフェニックスガチで強いんで、
これ相手のゴブリンバレルも普通に無視できないっす。やばいっす。レベル高すぎ。あ、ウッド使うんかい。ファイボー。いやでもまともに試合できるようになってる。敵が5000までいくとね。さあプレッシャー与えながら、いやまあプリンに穴埋め打っていいな。正直俺もうアーチャーでゴブリンバレル守るんで。さあ入る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 、削っちまえ、終わらしてほしい。正直さあメガナイト事故だけ気をつけて、ネクスト穴埋めなんで。さあ怖い。いやーウォルベイカー便利ですね。さあ矢で削ってウッドが間に合っていく。ネクストの矢かな。矢なめのダメージがいくらあるかなんか。ああ、じゃあ素敵。さあまあまあまあ、これで相手のターレベが13とかだったらだいぶ怖くなってくるね。ふう。さあ順調順調。この100枚も大事。あ、そんで言ってなかったんですけど、ちょっとゴールドとカードがもう単なさすぎて、前回の動画でグラチャルしたと思うんですけど、グローバル大会をやりました。はい、10勝で終わりました。てかまあ負けたら終わりっていうルールで10勝で負けて、はい、あとこれ3発わざと負けてつければ、まあ、報酬受け取れるんで 500M 使って、まあ、この10勝までのね報酬は受け取ろうかなと思います。じゃなきゃね次が5500でねアリーナ上がるんですけど、そん時にね俺のキングの旅路が33レベルないといけないんですよ。それあー、そん時があるかどうかが怪しくなってきますね。ウッドかよゴーレムで。そうなんで、いやウッドザップやないか。レベルをね上げなきゃね、ちょっと渋いんですよね。カードが足りないで、上げるゴールドも足りない。いやウッドザップゴーレム鬼嫌だな。さあでもアーチャーカウンスとかだいぶ響いてる。これ手前でウッドまたね。おい、さあでかいでかいでかい。いやゴーレムなちょっと嫌なんですよね。なんか最近ボムタワーとか施設でゴーレムマジで釣れなくなった。前までなんか適当に置いてたら釣れてたんですけどね、釣れねえことが多くて、まあ俺が悪いんですけど、すぐルート強制しちゃうんだねゴーレム。さあフェニックスと、あーあのネックルやばいな、踏みたいんですけど届かねえよ。さあ一旦なんとか耐えて踏むかどうかは、あーまあさすがに踏んじゃうか。これでまあ勝てそう。2本折っちゃいます。よしよしよし。さあゴーレム13ね。いやー観察とかしてないとだいぶ怖くなってくるっすね。気持ちいい。まあまだ余裕があるよ。てかまだ小屋小屋がねそんな当たってないわ。やっぱ弱えな。ババ小屋がちょっと弱いことによって小屋小屋がそんな流行ってないのは救いっすね。さあお金マジ大事。超金欠なんですよね俺。おお、トルブ12高いけど1個上なんだよな。これでトルネーダも正直あんま当たってないんで。うわ、ゴーレムパーティーやん。このトロタイ俺最悪なのは2本削って1本も折れずに負けるっていうのがやだ。これノーダメ来た。はい、まあ、キング起動のプランもあったけど、ちょっと確実に
や、ゴーレム多すぎん？みんなゴーレムやん。気づいたんだ、このトロ隊の人たちは。今までジャイアントとゴブリンバレルとホグライダーで頑張ってダメージ通してきたけど、え、ゴーレム後ろになんかつけときゃ勝手に倒れるやんみたいな。気づいてしまったこのトロ隊は。でもうすぐするとエリちゃんにしばかれることにも気づく。あ、ゴレ環境来てんね。いや、ゴレマジで怖いな。まだゴレダクネカンストが来てないんで許してるけど、普通にゴレダクネランバベビドラミニペーマシマシーつって来られると正直守れる自信あんまないっすね。まだ守らなきゃ7000の夢はね、いけないよね。とりあえずメガナイト、メガナイトだけ開けなきゃダメだな。浮いてるわ、11で低すぎて。さあマジでゴーレムパーティーしてる。え、これめっちゃ美味しい。さあタスクでカードが集まる。よし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 、美味しい。まあ、あんなワイルドカードもあるんで、カードはあるんですけど、マジコインがね、なんかコインのさ、たまにあったようなイベント、ゴールドセールみたいな、いっぱいゴールドもらえますよが欲しい。これ届かねえな。10、いや、てかウォールブレイカー12レベルか。いや、この受けちょっとむずいな。いや、スケルトンのセパ具合完璧。バルキリ痛い。ちょ、一旦耐えます。ウッド、バルキリ、ネクロウィザード、テンプレっすよね。トロタイ、このトロタイのテンプレ。さあ、アーチャーカンストがね、ちょっとマジバレルに優秀すぎて素敵。ウッド使った、イケイケでいこう。さあ、俺もスケだけでいける。いやー、強え。俺のレベルが強すぎる。3枚カンストだからな。ちなみに前回のマクサクは2枚がカンストだった気がするんですよね。そう、でもそれ以外も13、13、12、12、12みたいな感じでだいぶ仕上がってたんで、まあ、そろそろ負ける時ですよというか、この辺ですよ、あなたはって知らされてますね。乾燥が数枚できた頃に、やっぱね、強敵がね、湧いてきます。相手開けられましたね。ラッキー。そうなんです。まあでも今までなかった、あの、ポーション、ユニレベ上げれるよみたいな、タワーレベと同じにできるよとかがあるんで、まあそこはちょっと優しいのかなと思いますけどね。まあでもタワーレベもそんな上がんないんで、まあそんなありがたいわけでもないけど、ポーション売って金にしたい。さあ、トルネが来なければ、おお、ロイホグ初めてではねえか。当たった気がするけど分かんねえ。相性はいいね。ボム5を、じゃあロイホグ5を。さあ、ちょっともう、うん、一体やね。こういうね、あのごちゃ混ぜデッキも出てきますね。ロイホグバレル、バルーンホグ、バルーンスケラ、メガナイト、ペッカ、ゴーレム、エリババ添えてみたいな、まあ、ちょっと何でもありなんで、ぶっちゃけクラロワってね、その何でもありがいっぱいいるのがこのトロ隊だと思うんで、ロイホグ守ったからね、ああもう攻めカードないやつってのんびりしてると、急にバルーンとか飛んできてね、エリババ強いてボコられるとかもあるんで、ちょっとその辺は気ぃつけていきたいですね。強マジ何のデッキかわからないってことが、まあ、負け策のちょっと特に気をつけないといけない部分。不意に負けちゃう。さあ、今回の相手はエリボブ・ロイフ・バレルなんで、まあ戦いやすい方っすよね。よいしょ、いいファイボだ、美味しい。さあ、ウッドファイブを、なんかまだホグとか来ないのかな。 2.6 ホグテンプレ
とか枯渇のテンプレがめっちゃ多かったんですよ去年。今年ちょっと少ねえな。さあこれでロイグ来る、やばい。あーちゃん強すぎ。ボムタワー便利。ボムプラスね、メガナイトもあるんでね、ロイホグはちょっと相性いいね。いやー2発入る、空振ってく。さあこの相手の諦めない姿勢がすごい素敵だ。いやー鳥強すぎてやべえ、一生飛んでる。さあボムプラスのメガナイトで全てお掃除してあげよう。ほい、ハイコビキマシマシです。オッケー、ロイフグ的にはね非常に強いです。ロイフグにはとか言ってロイフグとかに負ける未来があるのか、それはちょっと怖いですけども。さあ範囲ゲーで制していきます。まだカンスは来ないですね。レベル14、この前ペッカ見たけどそれぐらいか、それ以来関数見てない気がする。さあお金おいしい。さあタルビジュースパキ関数1枚でも強いのな、3枚あるの俺。あーこれうまいぜっすよね多分ですけど、うまいぜっすね。ユニレベで暴力していこう。やべ、エレジャイか、エレジャイ初めてかもやるの、怖え。エレジャイ13か、あーそれで全てをねなんかやってきたんだろうな、破壊してきたんだろうな。私プリンセス使うんだよっつって可愛いデッキアピールしといて、いや強ゴブリンバレルタルババガンムシワンパン。さあ今までエレジャイで破壊できたかもしんないけどね、鉄壁だよ私は。さあエレジャイゴーレムメガナイトからしたらね、やっぱそこはすごい苦手なゾーンなのであんま上がりとかはないんですけどね、やっぱ多くなってくるっすね。えっ、さあもう持っちゃおうぜ。不死身のゴブリンこれやばいよな、鳥しかも生き返ります。でアーチャー強すぎて折れるんだね。マジで気持ちいいんだよなこれ、おかしいもん。アーチャーフェニックスバレルで金折れます、強すぎ。タワーレベル12、えっってかバナナアーチャーめっちゃ進んでるぞこれ。紫までさ俺多分初期からアーチャー使ってるけど全然そんなにいってないから、アーチャーカンストか、来いカンスト来い。え、相手は様子を見ているよ。あーないとカンストもやばい、嫌です。俺はカンスト使うけど相手は隠したがいい。いやアーチャーは12何回っていう。おこれはいやーグッズゲームですね、いけ。さすがちょっと相手がコスト使いすぎてるんで、これはもうねキングまで一っ走りいってほしい。いけるねえかな、フェニックスが起き上がればあるんですけど時短ならず。そういさあ芝居ていく、鳥強すぎ、マジで強い鳥が。さあ5250到達、だいぶいいんじゃない。なんか今までよりも余裕がある気がする。てかまあ過去一でレベルは仕上がってます、当たり前に。こんな高くなかったもん。
なんなら11レベル12レベルぐらいでこのトロタイ頑張ってた気がするんで、まあそう考えるとここは余裕でクリアしないといけないのかもしんない。今までよりだいぶ余裕がある気がする。さあロゲホー11、苦労してない負け作なのに全然苦労してない今、ただ楽しんでる隠したり勝って楽しんでる。最悪の YouTuber だこいつ。さあロケホワチャー、あーいやなんかうまそうな香りがしてんな。みんなインレベルはやっぱこんぐらいなんですよ。俺がバグってるせいで。さあ反撃、おいいんですかお兄さん、そんなコスト使って。えうまい背中ゴブリン。んでもいやー終わりましたね。それはなんならバレルすらいらなかった。さあ頑張って守るがカンストでさカンスト強えって言ってるわお前。その2レベルでここいんのって言われてるけど、ごめんごめん、すぐ上行くから、すぐ上行くから許してって思いながら。いやマジうまいっすよね、こんなこと普通されなかったっす。あでもこれゴールベーク入って終わる。あ上手くてもやっぱレベルはね正義よこのトロタイは。いやマジこやこや引かなければ無限に行きそうな気がするぞ今んとこ。あとはキング13レベル14レベルもあんま見てない気がするんで、14はまだ絶対見てない。13がねどうだろう覚えてないな、1回当たったかどうかぐらいなんで。ターレベル13とかも引きたいけどな。さあ見送り見送り一発、バレル完封されないのでかいよな普通に。ウッドに1ワード取られますからね一応。ああさあ12レベル、これエレキにダメージ与えてほしい。いやーフェニックスで下がっちゃった。さあエレキンとかウルトラ詰め詰めっすね、ちょっと怖い。エレキンドバレルメガナイトもありそうねえクロン。いやーこのタロタイネクロとか多すぎて、てかバレル入るのやば。これメガナイトボムの採用がめっちゃいい。メガナイトボムバルキリー、さあ許容して、あーそれやべ、あこれやべ、おられるっすね、折られるが俺も折れそうなんで、ええやくれてやるよ、しかも折れない。うい、さあまあちょっと気抜くとね、ああいうのでちょっと事故ってキングまで持ってかれるぐらいっすよね。負け筋。さあ2秒で折ります。うい5300、いや次のアリーナ5500なんで、てかもしかしたらワンちゃんデッキにチャンピオン入れちゃう、チャンピオン入れちゃいますかっていう話。さあそんなわけで今日はね余裕でしたね。さすがにレベルがちょっと強すぎるわ、申し訳ないぐらい俺が強いので、ちょっとこのままで6000まで突っ走ろうかなと思います。また次回もお楽しみに。ではお疲れ様でした。また。